皆さんお待ちかね、本日のゲスト一組目をお呼びいたしましょう。私がですね、スポークンワーズの朗読のライブを始めて、ようやく1年が経ちますけれども、ポエトリーのオープンマイクに行くと必ず会う大先輩、新宿スポークンワーズスラム第1期チャンピオンの一人でもあります。ご紹介いたしましょう。大きな拍手をお迎えください。ご存知、アシコンテリュウチカマグマ、地下の力、この口からとからとから、忘れないようにノートに鉛筆は折れないように、やっぱ HP 番だな。おっと、俺の出番だな。お1234行くぜ相棒、ボッボッボッボ、これが待望の始皇帝の最新ライブだ、売るぞ。エブリバディライバル跳ね飛ばし、アライバルナウ、ほら迷わず見る。猫道のファンも、まさきのファンも、ついでに谷川俊太郎のファンも、頼もう。道場破りだ剣山、もらってくぞ看板じゃんじゃん。そういや渋谷にじゃんじゃんなくなった、早稲田も最近住みづらい、行き場のない僕らがストンとボストンに際どく着地、レッドソックス共産党、レッドパージだ魔女狩りだ、ブレアウィッチプロジェクト、ブレア元首相と森本首相は何やってんだ最後に英語を使わせて、キャット空中大回転、ニャンパラリーときたもんなというわけで、ここまでが前説。オッケー、火星人注目、略して火星中、冥王星人も注目、略して命中、波打ち際には夜行中、ドリフにいたのは荒井中、なんでバカ野郎、愛してます、始皇帝リュウチカです、拍手。やばいよやばいよ、シャブ中ほんとあれをやってる人しか思えないね。いや、俺はあれやってないよ、ノリピーはやってたけどね。いやー、なんなんなんでしょうね、ポエトリーリーディングですよこれが噂のポエトリーリーディングですよ。あの、言っとくけど、僕を中心にポエトリーリーディングってものを考えるとすごく歪みますからもっと真ん中の人を見ればいいと思う、そんな僕がポエトリーリーディングについての詩を書きました。楽しくやろうねそうだね、ジョークグルーヴ、ポエトリーリーディング、こんなもんだラップ。大勢の人の前で詩を朗読するのは初めてですが、聞いてください。星が流れる、それが流星、おしまいです。え、君間三つを傷の舐め合い、オープンマイク、鶴見の塔サムライク、不得意科目絶対体育、まず一人握れマイク、自己啓発セミナー代わりにポエトリーリーディング、皆の前で話すリストカット、 NHK で絶対カット、八重木家、俺の俺節でラップで拳、マースでビーパンサッカー、よく聞いときな、男の中の男はポエトリーなんかしねえんだ、言い切る男多いどん、ポエム春マゲドン、ご意見番なら合意見、アイーンをかます志村けん、大きなノップの平井けん、カレーライス歌うは円けん、東京ロッカーズ S けん、喜劇王は江野けん、不器用ですから高倉けん、ザ・サンキューマンもちろんけん、再び見たり旅するちょっちねー具志堅、見たか聞いたか俺は負けん、レズリー・ニールセン裸足のガン、ピカドンヒーローは裸足の弦、認めろ男の中の男はポエマやらんばってん、始皇帝さん、じゃあアントニオ猪木の詩集はどうなるんですか、あれはポエマじゃなくて日記だこの野郎、ごっぱいえポエトリーリーディングこんなもんだ、ポエトリーリーディングこんなもんだ、
ポエトリーブロンクスノートブックスパンクスマシンガンラップハーポエトリーブロンクス HB パンクスあの頃はハー俺はラッパージャップラップマウス俺安のノブネズミミッキーマウス授業中のあくびしたまんまビッグマウス8時だよイカリア長介セイウィースお餅をぴったんこキネトロスインディアンもつかないし餅もつかない多分な白人インディアンから土地パクリ仕込んで日本人から日本語パクる人のネタも僕のネタも区別なしに全部パクる人のネタは俺のネタ俺のネタは俺のネタまさしく環境のためジャイアンリサイクル明晰なラッピングで気づくピッキング地球に優しく簡易製法エゴラッピングいやもう無理やっぱラップ難しいやっぱエミネムラップうまいあいつちゃんと韻踏んでるしあいつちゃんと英語喋るし誰か俺にエミネムの通ってる英会話教室教えてシコンテイさんエミネムさんって外人らしいよえエミネムって名誉白人じゃないんだ代表ねポエトリーリーディングこのもんだポエトリーリーディングこのもんだポエトリーブロンクスノートブックスパンクスマシンガンラップハポエトリーブロンクス HB バンクスあの頃はハシコンテイ流畜ライヤーライヤーマルデリアを愛したコーディリアジムキャリー神経過敏で神経ないかダイエット無残ダイエット失敗見るも無残川崎海や違うよそうじゃないよフォローはしないや嘘は嫌だからそれは嘘ストレートの発言クリア好きか嫌いか黒白はっきり俺のバリアフロンティアスピリットさすがユートピア言葉のフロンティアクエストなポエトリーでもいいやポエトリーリーディングこんなもんだポエトリーリーディングこんなもんだポエトリーブロンクスノートパンクノートブックスパンクスマシンガンラップハポエトリーブロンクス HB バンクスあの頃はハシコンテイさんラップとアホだらけは何が違うんですかラップはライムでアホだらけはカボスです以上ポエトリーリーディングこんなものだ今日はねサービスしちゃうよサービスで今日は小話を入れていきますおーやだ小話パート1 どうぞ一席お付き合いのほどを願っておきますがいい僕うちで休館長飼ってるんですよで言葉を教え込もうと思って一生懸命こんばんはとかノリピーですとかマンモスウレピーとかいろいろ言葉を教えようとしたんだけど全然バカでまあ飼い主にいるのか分かんないんですけどこの休館長として全然覚えなかったんですけど何かの表紙でテレビで火曜サスペンス劇場とかで誰だっていうセリフとかがヒュッと入ったみたいで誰だだけは喋るんですよ休館長は誰だ誰だって喋ってまあこれはこれでもしょうがないこれから続けてこんにちはとかねおはようございますとかを覚えさせようと思ってでそれで夏の暑い日に外にショップラブに行ったら僕がいない間に新聞の勧誘員がうちに来たんですよでどん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 すいませんすいません新聞屋ですけどって言ったら中でうちの休館長が誰だ人の声だとてっきり思っていやいらっしゃるんですね新聞屋です誰だ新聞屋です誰だで炎天下の中これを2時間ぶっ通してやって本当新聞屋が倒れたんですよそれで僕が何にも知らない僕が帰ってきたらうちの前に人が倒れてるんですよこんな大変なことがあるもんかと思ってでおい大丈夫かお前誰だって言ったら中でうちの休館長が新聞屋です新聞屋のおかげでうちの物覚えの悪い休館長が2つ言葉を覚えたという微笑ましい都会のおとぎ話です